どうも皆さんこんにちは、水色です。今日はここですね、エイブルシスターズの前を作ったので、参考にということでちょっとね、動画にしてみようかなと思っております。ここは配信でね、まったりと作った部分なんですけど、まあ、何がコンセプトかっていうと、まあ、エリアとエリアの間の、まあ、倉庫にはならないんですけど、風貌的にまあ、ちょっと自然系と自然系なので、うまく間を繋いであげようっていうこと、プラス、左が洋の、まあ、結婚式ブライダル風のエリアとなっていて、でその右側に、和風の展望台みたいなのがあるわけですね。なので、両方の、雰囲気を組み合わせつつ、この左の石タイルが見えると思うんですけど、ここをね、うまく奥に進んでいく、こう、細道のように、なってくれる景観を作りたくて、計画してたんですけど、このね、作る前適当に家具を置いた時のやつがね、お粗末すぎてもうちょっと見かねてね、今回作ったよって感じだったんですけど、雰囲気はね、洋風じゃなくて和風寄りになってるんですけど、割とこうどっちのとってもね、エリアの中間中和に役立ってくれるような、庭に仕上げております。まあ、何かこう真似できるよっていうようなクリエイトではないんですけど、まあ、ごく狭な、ここ 5×5 のスペースしかないんですけど、っていうところに 0.5 マスを駆使しておくと、ここまで高低差とか遠近感が出せるクリエイトができるんだよっていうような家具の配置をちょっと、紹介したい、共有したくて、動画にしております。いつもみたいなカフェとか、和風庭園とか、もうザーこのまま作ったら入るよっていうシリーズではないかもしれないんですけど、それでもね、まあこういうちっちゃい本当に建物の幅のみで、しかもキツキツ、右は崖、左は木みたいなね、手前は階段みたいな、ギリギリの中で、しっかりとね、家具をうまく配置したり、木の高低差を生かすことによって、もっと広く見せるような、5×5 しかないよっていう風にはね、見せずに、ああこんなとこにこんな綺麗にすっぽり入るんだみたいなね、そんな感じで見れるような場所をイメージしたかったので、まあ、やっぱり家具いっぱい置けばいいとは言ってるんだけど、その置く家具がね、やっぱ的を得ていないと雰囲気が合ってないだけでちょっと浮いちゃったりするので、そういう時にね、しっかりと周りと合わせてあげたりするだけで、まあ、今回のねエリアのようにうまく馴染んでくれます。最後にベストショットということで、カメラ目線でね見てるんですけど、ちょうどね手前との木と木の間からね、ここのちっちゃい、まあなんだ、お店って店がね覗けるような感じのアングルになってて、そこまでは計算してなかったにもしても、めちゃくちゃいい出来上がりになっておりました。まあ、今回はね、なんだ、ライブの切り抜きでダイジェストでね、さささって作ってるんですけど、割と考えたっすね、ここは。何家具使おうかなとか、何色で攻めようかなとか、まあいろいろ考えつつ、作って、手直ししてっていう風にやって、最終、完成までこぎつけたというわけです。まず、今回のこの場所のね、注意点としては、入り口の目の前まっすぐ線を引いた時に、階段に当たってしまうってとこなので、若干左手前にね、斜め道を引かなきゃいけないというようなシチュエーションになっております。でかつ左に引きすぎると小道とかぶってしまうっていう、すごくね難しい、なかなかクレイジーなね配置となってるんですけど、まあでもこれぐらいちっちゃい方がね、作りがいがあるというか、大きなエリアバーンって作るより、ちっちゃいエリアをいかに生やすかっていうのを考えながら作った方が、個人的にはしまくり IQ がね上がるんじゃないかなと思っております。広いところにいっぱい計算してバーンってでかいのを置くってのもいいんですけど、なんだろうな、マイクラとかでいう巨大建築と一緒で、あんまりディティールが優れていなくてもでかく作るとよく見えるっていう、なんかよくわかんない心理がね働くので、まあ、きっとこうでかくね敷地を取りすぎたりとかしても、よっぽど生やさない限りはちっちゃいエリアをね一生懸命作った方が、まあ、地率もですよね、結果的に生えてくれるというような感じに自分の印象ではねなっております。まあ、多少ないとも家具の当てをつけて、でそれからね、いらない家具ともっと似合う家具を徐々に駆使していくというような感じなんですけど、今回はね道に迷いましたね。
本当に狭いんだよねここ。今は後ろの高い石から、前と階段までの間がね、まだ2マスしかないっていう。縦3、4マスの横2マスっていう、もう本当にひどい場所なんですけど、まあそれもね、こういったマイデザインとかを使いつつ、うまく斜め道を演出して乗り切っていくという感じですね。でこういうところを作るときにコツは木とか自然物を植えるといいですよって言ってるんだけど、基本的には後ろから前にかけての高低差のグラデーションだったりとか、左手前から右奥への奥行きだったりとかっていうのを作りたいと思うので、まず後ろから作ってくるといいと思います。いっちゃん後ろに何を置くのって考えたら、木は置けないので建物際で、柵か花か低木かはたまた家具かっていうような選択肢になってくるんだけど、その時にじゃあ奥行きをつけたいってなった時に少し高い家具、その前に木を植えたとしても余ってる場所にもうちょっと高い家具とか、まあそんな感じでね、作っていくと割と成功しやすいと思います。自分は木から植えるっていうのが、まあ、習慣化してる、かつある程度伸びた様子をねイメージしながら作ってるので、まああとで手直しも効くしね、そんなに困ったことはないんですけど、一発目で当たりうまくつけたいよと、やっぱ見栄え気になるしそんなに得意ではないので、初手一発目から、まあ、ある程度知っておこうみたいなね、場所把握しておこうみたいな感じで、植えたり先に植えたりするんですけど、苦手意識が強い方とかは特に後ろから植えてってあげるといいかなと。そうするとね、前に向けて 0.5 マスとか自由に動かした時に余白がね把握しやすくなってきます。前にいっぱいごちゃごちゃいて建物との距離をね調整しながら 0.5 マスもう一回動かすよってなると、なかなか鬼畜なので、そういうのも加味すると、先に後ろから前にと。マップ作りと一緒ですね。結構ねマップなんか点々と作ってる人をよく見かけるんですけど、一番失敗しないかつバランスの取りやすいマップの作り方っていうのは、右上か左上から順々に周りを隣接しながら作っていくというようなね設備がいいので、まあ、それの応用じゃないんですけど、まあ、エイブルシスターズのね前という、まあ、非常に少ない 5×5 のスペースなんだけど、いかにね家具を敷き詰めるかによってはもう瞬く間にね違うきらびやかなエリアとなってきます。まあなかなかねどっから装飾していいとか、どういう風に合わせたらいいかとか難しい部分も多いと思うんですけど、よくエリアのつなぎ目作るときに気をつけようっていうのは、まあ調和を意識するといいよっていうのが一番、まあ、バランス型っていう感じで捉えてるんだけど、ここで言うとまあ広葉樹とかね自然系がいっぱい多いので、まあ緑系をいっぱい入れつつ、アクセントでちょっとね石とか花とかを植えたらいいかな程度に、軽い気持ちでねここは作っておりました。まあ、パッと見今の段階でもまあ形にはなってきてますよね。ただここで見て足りないなって思うのは、やっぱりちょっと高さが高すぎるっていうのと、まあ、アクセント家具っていうのが少なすぎるっていう部分だと思います。地面が結構抜けすぎちゃって、やっぱね緑緑しいのがねさらに目立つとちょっと印象が薄れてしまうので、まあ、そこで苔石とかね石プラス苔の装飾を施しておいたか、あとは石系を多めに入れてあげたりするだけでだいぶ雰囲気が変わります。で色味がちょっとね寂しいなと思ったので、ここに今回ね、七夕の笹をね持ってきて、まあちょっと日本画へ捧げてあげようかなというようなね台本です。後ろもねちょっと作ってみてるんですけど、ここはちょっとまたライブかなんかでねお披露目しようかな、ちょっとしたお畑になっております。割といい、まあ、でもメインはね前なので左側ねいい感じに通路になってスーッて一本道ね抜けていく感じにはなってるんだけど、いいね、うん、こういうちょっと昔懐かしきわっていうような感じるちょっとしたね和風スポット、まあ、現代の和風島もいいですけど、まあ、田舎っぽさがとかちょっと古風っぽさがあってね、こういうのもいいんじゃないでしょうか。はい、今回ね喋り倒してしまったんですけど、5×5 でもこんだけのね奥行きとか周りの装飾に合わせたものづくりしまくりがねできますよというような形で動画にさせていただきました。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございます。水でした。バイバイ。おしゃれじゃね、めっちゃいい。